ちの集い、始まるよ。ただいまより令和6年松江市二十歳の集いを開催いたします。二十歳の集い、実行委員長の藤原睦月です。本日はこのように盛大に松江市二十歳の集いが挙行できましたこと、大変嬉しく思っております。1月1日に令和6年能登半島地震が発生しました。被災されたすべての方にお見舞い申し上げます。松江市の姉妹都市でもあります石川県珠洲市も多くの被害を受けています。こうした災害時こそ日頃の触れ合い、支え合い、助け合いが重要になります。この二十歳の集いがそれらを深めるものとなりますよう願っております。令和6年二十歳の集いのテーマは推しの町、ここから始める物語です。このテーマはコロナ禍を経た社会の急激な変化の中でも人とのつながりを再認識し、将来にわたってふるさと松江との関わりを持ち続けてもらうきっかけにこの二十歳がなるようにと思いを込めました。住む場所も暮らし方もさまざまな私たちをつなぐのがふるさと松江です。私はここ松江に生まれ松江に育って本当に良かったと心から思います。そんな誇れるふるさと松江を次の世代に残すのが我々の責任だと思います。この先の人生でさまざまな選択を迫られる場面が幾度となくあると思います。そんな人生の岐路で松江はいつも私たちの背中を押してくれ、応援してくれる街だと思います。そんな我々の背中を押してくれ、帰ってきたくなる街松江、そんな松江の時代を作るのは紛れもなく二十歳である私たちです。今日が希望ある未来への一歩を踏み出す、そんな一日となることを記念いたしまして挨拶と変えさせていただきます。令和6年1月7日、松江市二十歳の集い、実行委員長藤原睦月。二十歳の誓い、令和6年を迎え、本日は上瀬田市長様をはじめ多くのご来賓の方々のご臨席のもと、このような盛大な式を挙行していただき誠にありがとうございます。二十歳の集いを代表して心よりお礼申し上げます。またこれまで私たちを支えてくださった家族、友人、ご指導を受けた先生方、地域の皆様に見守られながら、さまざまな経験を積み、成長しながら、今日という日を迎えることができたことに、心から感謝いたします。改めてですが、今回の式典は4年ぶりに一斉開催できることに、喜びを感じています。昨年5月には新型コロナウイルス対策の制限が緩和され、失われつつあった日常生活がだんだんと元通りに戻ってきました。松江で築き上げた縁を大切にし、人とのつながりの大切さを感じられる大人になりたいと思います。私たちは社会人として未熟な部分もありますが、これからは今まで支えてくださった皆様の恩をこの松江の地に還元し盛り上げていきたいと思います。本日は私たちのためにこのような盛大な式を挙行していただきましたことに、改めて熱く御礼申し上げます。二十歳を迎えた私たちは、この感謝の気持ちと松江に生まれ育ったことを誇りに思い、二十歳としての決意を胸に抱き、今日からまた推しの町松江で
新たな物語を始めることをここに宣言し、二十歳の誓いとさせていただきます。今年の松江市二十歳の集いは4年ぶりの京南京北一括開催です。そんな久しぶりの一括開催で新しい企画をしています。タイムカプセル郵便背景未来の私へという企画です。当日来られた二十歳の皆さんが3年後の自分へ向けて手紙を書いていただくという企画です。その頃の自分に思いを馳せて未来への希望をぜひ綴ってもらえたらと思っています。来年から大学の関係で石川県に行くんですけど、ちょうど災害があったじゃないですか、地震とか。その関係で、ちょっと地震とか怖いんで、生きてますかっていうのと、あと大学で、卒業できてますかっていうのと、無事卒業して働いてますかっていうのを書きました。自分の好きなこととか見つけれてますか辛いこともあるかもしれない、社会人1年目でいっぱい辛いことあるかもしれないけど、多分なんとかなります。あと料理頑張ってください就職するんで、そのお金稼いでますかっていうのをちゃんと応援、なんて言うんだろう、頑張ってくださいっていうのを書いてます。今は3年後何してるか分かんないけど、私ならきっとうまくやってるよねみたいなことが書きました今勉強していることがあるので、その勉強を仕事に生かせてたらいいなって思います。ポイントはお母さんとお姉ちゃんが着た振袖を自分も着たいなと思って、お母さんたちが着たのをそのまま着られて嬉しいです美容師を今目指して勉強しているので、素敵な美容師になれるように頑張ります。ポイントは振袖の後ろの帯がバラの形になっているところがポイントです。おしゃれで可愛いなと思いました。友達も大事に健康に注意しながら頑張ってほしいと思いますありがとうございます。どういたしまして。やっと、そうですね、大人の第一歩って感じですかね久々この前あったよ僕はもう全員5年ぶりですから、ね、5年ぶりです、はい、久々に会ってみてどうでした？いやそうですねやっぱ中学校卒業しても集まれる仲っていうのは本当に大切な仲だなと思うんで、やっぱ大切にしていきたいですね、この仲は、はい、大学生してます僕、地元出て大学生してます。自分も大学生です。いや本当親に感謝です。一旦20年前ちゃうやろ20年支えてもらったんで本当感謝です。本当周りのみんなに全然実感湧かないですけど、ここ来て時間が湧いてきたって感じですね20歳になるの早いなって感じです。幼馴染です。中学校の同級生です。幼馴染やば。大人への階段一歩登った感じで、結構気持ちというか思いも入って結構気合い入れてきたんで楽しみです。これからみんなに会って昔の友達に久々に会うんで楽しみにしていきたいです。
大人への階段を一歩登って大人への階段を一歩登ってみんなに会えるのが楽しみです。いろいろやりたいことがたくさんあるので頑張ります。あんまり実感は湧かなくて変わったのは、でもこういう式ができてなんか変わったんだなっていうのが分かったんで良かったです。可愛いです。みんな可愛いです。水が美味しい、海が綺麗、緑がいっぱい、夜景が綺麗、空気が美味しい。うん、確かに。みんな変わっててびっくりです。ヒョウ柄好きだけヒョウ柄にしてみました。あとブーツで。もっと二十歳って大人って思ってたんですけど、意外と気持ちはずっと JK のままです。いやもうやっぱり感動の再会すぎて気分は最高です。最高です。もうありがとうございます。最高です。感動の再会の果たしちゃってもうやばいです。ありがとうございます。待ってました。これ友達ができたことですね。こいつ他校なんですけど、他校の子とつながりができたことです。せーの、シーゴー。意外とあっさりしてるんですよね。なんかあっという間というか、なんというか、とにかくあっという間としか言いようがないですね。友達あんま多い方じゃなかったんですけど、まあそれなりに仲良くしてくれる人はいっぱいいたんで。ああそうですね、もう西高なんで毎日のようにはしゃいで、もう最高の学校生活を過ごしてましたね。能登半島地震があって大変な方がおられる中なので、少し複雑な気持ちがありますが、今日迎えられて嬉しいです。ポイントはもうフリフリなところです。めっちゃ懐かしくなりました。みんな変わってて ね気づかなかったりします。全然なんか久しぶりに会って話すと楽しいなって思います。なんだろう、まあ、できることが増えたっていうか、まあ、大人としての責任感をちゃんと果たしたいなって思います。小学校の頃から野球の選抜で、中学校も一緒です。草練ですね。そうですね。やっぱみんなで甲子園とか目指してやってたんで楽しかったです。で平田球場から走って帰ったのも思い出ですね。その試合僕たちが勝ってしまったんで。そうなんですよ。海星が走ってました。僕ら走って高校まで帰ったですね。19歳、20歳になるんでいっぱいお酒飲みたいと思います。インナーとかこういうシャツとかも気使いながら、あとネクタイもちょっと変わった感じでチェーンのネクタイをつけてきたという、まあ、今の仕事につながるんですけど、まあ、ファッションにやっぱ目覚めたのもやっぱ高校の時で、やっぱなんかそういう自分の若い時からなんだろう、そういう好きなことを見つけれたっていうのは、まあ、ここ20歳になってすごいいいことやなと思いますね。中学校で陸上部やってて、陸上部楽しかったですね。一応キャプテンやってたんですけど、何でしょうかね、後輩とかがよく慕って、よくなんか懐いてくれて可愛かったですね。それが一番、そうですね、いい思いですね。ちょっと僕でかかったんでサイズなかったんですけど、まあ誰よりも目立ちたいと思って、その中で一番明るい色を選びました。で、これはですね、本来紫だったんですけど、やっぱ黄色にしてもらいたいで頼んで黄色にしてもらいました。いや部活とかやっぱしんどい時とか、やっぱ新宿の夕日、まあ、いろんな社会人の方とかもあそこで黄昏れてたんで、やっぱああいう暖かい場所があることが僕にたちにとってやっぱ救いになりました。だから新宿は僕にとって一番の思い出です。学校で日々助け合いながらその日々過ごしてきたのでとても楽しかったです。本当にありがとう、はい、ありがとうございます。マジで久しぶりに会ってよかったです。はい、松江は温かい絆があるんで、はい、楽しいよね。はい、楽しいです。皆さんは学生時代によく行ったお店や場所を覚えていますか？マーブルでは20歳の皆さんの思い出の場所や懐かしの場所を独自に調査、その場所をピックアップし紹介するとともに当時の思い出も聞いちゃいます。
まず最初にやってきたのは八雲台にある松江南高校の学生食堂。昭和42年に開業し、現在お昼時にはおよそ80人の学生が利用します。そんな南高の食堂で愛されていた人気のメニューがこちらの揚げパンです。きな粉とココアの2種類の味があり、男女問わず愛されています。またこちらの唐揚げが入ったおにぎりも大人気です。サイズも2種類あり、お腹の空いた学生たちの強い味方です。南高の食堂で営業しております下山です。卒業生の皆さん、たくさん利用していただきありがとうございました。機会があったら遊びに来てください。待ってます。懐かしいですよね。補習とかある日は補習の前に食堂行っていろいろ買って食べてたんですね。部活が始まるちょっと前にちっちゃいおにぎりが売れてたんですよ。それを買い求めにダッシュしたりしてましたね、はい、サッカー部のみんなで学食行ってそのご飯食べたみたいな思いであります。続いて紹介するのは石橋町で50年前から愛され続けるパン屋、パンエブール。松江北高校から徒歩5分ほどの場所にあり、学校帰りや土曜日に学校に行く北高生がよく立ち寄るお店です。そんなお店の人気メニューはヨーグルトパン。ヨーグルトを練り込んだふわふわな生地に爽やかなヨーグルトクリームがたっぷり詰まった一品です。また店内には放課後よくお店に集まっていた北高の生徒と卒業生から送られたというパズルも飾られています。20歳のお祝いおめでとうございます。パンエブールまた時々来ていただきたいと思います。皆さんのお越しをお待ちしてますのでよろしくお願いします。おめでとうございます。懐かしいあーヨーグルトパン朝その送ってもらってたんですけど、車降りてこのパン屋さんでお昼のパン買ってみたいな生活をずっとしてたので、すごいポイントとかポイントカードとかすごいポイントいっぱい貯まってよく食べさせてもらってました。続いて紹介するのは西川津町にある松江東高校の学生食堂。現在社会福祉法人湖が運営しており、食堂の中には学生が描いた絵なども飾られています。そんな東高の学食で人気を集めたのがこちらのトントン麺。東高の食堂のオリジナルメニューでピリ辛の味付けが多くの学生から愛されています。また東高の学食は月に1回中華の日などがあり、他の学校にないメニューも多数。その代表例がこちらの大判焼き。味は4種類あり、月に1回程度しか登場しない隠れメニューです。うわー懐かしい。もうなんか安くて美味しかったです100円の唐揚げ棒あったんで、それを弁当とその唐揚げ棒を食べるみたいなのを、まあ、たまに月1ぐらいでやってたのが楽しみでした。最後に紹介するのは田和山町にある唐揚げ専門店、匠の手作り唐揚げ館。2023年3月のリニューアルまでは匠の手作り唐揚げマルキンとして近くの農林高校や商業高校、湖南中学校の生徒などから人気を集めてきました。お店のオーナーによると、店名は変わったものの親しまれてきたメニューや味はそのまま受け継がれているそうです。部活帰りや放課後に唐揚げをお供に友達と喋った思い出のある人も多いのでは。生徒に人気のメニューはジューシーなお肉にニンニクの風味が効いたごまニンニクだれや、
甘辛いタレがたっぷりかかったチリ辛です。最後にお店から20歳の皆さんへメッセージをいただきました。バレーしてたんですけど、それ終わった後に食べに行ってました。学校終わりに友人たちと一緒に行ったりはしました。なんか学割とかがあって、すごい学生に優しいお店で、すごい通わせてもらってました。新治中学校で、お世話になりました門脇です。皆さん覚えていますか？皆さんが体育祭や合唱コンクールで、活躍していた頃を大変懐かしく思っています。さぞ、成長したことと思います。これからの活躍を、楽しみにしています。門脇
ました。おめでとうございました。高等中学校卒業した皆さん、20歳おめでとうございます。山岡です。あれから5年が経ちました。きっといろんなことを経験した皆さんだと思います。素敵な人になってるんじゃないかなと思います。また会うのが楽しみです。今という時間を大切に全力で楽しんでください。バイバイ。松江山中卒業生の皆さん、20歳の集いおめでとうございます。皆さんが社会でしっかり活躍されることを陰ながら応援しております。頑張ってください。今日は本当におめでとうございます。松江一中の永瀬です。皆さん覚えていますか？当然覚えていますね。私は皆さん一人の一人のことをちゃんと覚えています。私から皆さんに言いたいことはただ一つ。立派な君たちにまた会えることを楽しみにしています。さようなら。玉井中卒業生の、皆さん、20歳の集いおめでとうございます。みんなのこれからの活躍を、僕も陰ながら応援しています。僕も皆さんに負けません。バイバイ。皆さんとは中学1年、2年、3年と3年間も一緒に学校生活を送ることができました。英語の授業を一緒にやったり、学校行事の体育祭、合唱コンクール、修学旅行などを通して皆さんの成長を見ることができて、とても嬉しかったなって思っています。今日は節目となる日です。今までの感謝の気持ちを忘れずに、大人としての自覚と責任を持ち、たくましく自分の道を歩んでいってください。いつまでも応援しています。 Congratulations and good luck! バイバーイ。20歳になった皆さん、おめでとうございます。これからまだまだいろんなことがあると思いますが、素晴らしい人生を歩んでいけるように頑張っていってください。島根大学教育学部附属中学校卒業生の皆さん、お久しぶりです。園山です。皆さんの希望に満ちた未来を心より祝福いたします。それぞれの花を咲かせてご活躍されることを応援しています。本庄中学校を卒業された皆さん、成人おめでとうございます。皆さんと過ごしたのはもうかれこれ5年前になりますけど、今でもよく思い出しています。みんな元気ですか？これから成人になりますけど、家族の皆さんふるさとを大事にして頑張ってください。また会いましょう。まあ、こんな自分ですけど、20年間育てていただいてありがとうございます。まあ、自分まだ学生なんで、ひとまず今学業に専念したいと思ってるんですけど、まあそうですね、まあ本当誰かのためになる仕事につけたらなとは今考えてます。20年間育ててもらってとても感謝はしてます。まあ、これからは、逆に手助けできるように頑張っていこうと思ってます。お母さんにこういうメッセージ伝えたいです。20年間ありがとうございますっていうことで、言えない言えない。国試に向けて勉強頑張って、資格取って就職できたらなっていうのが、成人の年なんで大人になるということで頑張りたいなって思いました。今年から就職なので仕事を頑張りたいです。将来の夢は美容師さんです。今はとりあえず就職先を決めないといけなくて、面接とか内定もらえるように頑張ってます。僕の今年の漢字一文字は努力です。去年1年間大真面目に勉強してきて、で今年もやっぱ自分の将来切り開くためにしっかり努力して自分の将来勝ち取っていきたいと思います。努力。
公認会計士を目指してて大真面目に毎日勉強してるんで応援してください。僕の将来の夢は高校の先生になることです。きっかけは、高校の時の担任の先生に強い役柄を抱いて自分もいつかこういう先生になってみたいっていう思いを持ちましたね。石倉先生というんですけど、その方とか、まあ、いろいろ頑張ってる方を参考に頑張ってますね。はい、今年から美容系のお仕事をやろうと思ってて、ちょっとこれにこの文字を書くことにしました。自分磨きを頑張りたいなって思ってます。今まで育ててくれてありがとう。将来バンドマンになりたいし、まあ、武道館はい、武道館立ちたいと思います。社会人になるのでたくさんの人を笑顔にできる仕事だったりをやっていきたいなと思っています。食品関係の仕事なんですけど、自分自身食べることが好きなのもあったんですけど、食は人が生きる上で一番大切なことだと思うので、その食を通して、まあ、日本だったり世界だったりの人を食で笑顔にしていけたらいいなと思ってその関係にしました。もう今働いてるんですけど、まあとりあえずは班長になって日勤に戻りたいです。はい、今夜勤なんで班長になって日勤に戻りたいです。感謝しかないですね、本当。もう親の支えなくてはね、ここまで来れなかったと思ってるんで、やっぱり支えてくれてる両親に本当感謝してます。今年はいろんなことに挑戦して、どんな辛いことがあっても自分に打ち勝つっていうことを今年は目標にしてやっていきたいと思います。将来の夢は MR になることですね。テレビでその MR してる方のそのドキュメントみたいなやつがあって、それで職業を知ってみたいな感じです。資格を今勉強してます。今年の12月にそれがあるので、試験がそれに受かると頑張ろうとはしてます。それくらい将来は、そうですね、今はまだ考え中、まあ、なんか模索中ですけど、役者とか目指してはいます。大学で演劇やってるんですけど、それをまずは一生懸命、部長やってるんですけど、それを一生懸命やることですかね。成人になったので、いつもどんな時も笑顔で楽しく充実した日々を過ごせるように頑張っていきたいと思ったからです。親に育ててくれてありがとうって言います。今年から大学3年生で、まあでも、まあ、なんていうんですか、大学がやっぱ折り返し地点になったんで、まあ多分これからどんどん忙しくなると思うんですけど、まあ、楽しいっていう気持ちを忘れずに頑張りたいなと思ってます。